福沢一郎1月18日から1992年10月16日は日本の洋画家。日本にシュルレアリスムを紹介した画家として知られる。群馬県北観羅郡富岡町に生まれる。父は後に富岡町長となった。1915年、旧西富岡中学校を卒業。第二高等学校英法科を経て、1918年。 東京帝国大学文学部入学。しかし、大学の講義に興味なく、彫刻家、朝倉文夫に入門し、彫刻家を志す。1922年、第4回定点に彫刻作品、水管が初入選。1923年の関東大震災を機に、東欧を決意し、1924年から1931年に、かけて、パリに留学。 1924年といえば、アンドレ・ブルトンが、シュルレアリスム宣言を表した年であり、ジョルジョ・デ・キリコや、マックス・エルンストなど、最先端の美術潮流の影響を受けて、絵画制作へと移る。1931年の帰国に先立ち、1930年、独立美術協会の結成に参加。第一回独立美術協会展に、対応作品が特別陳列され、 日本の美術界に衝撃を与えた。以後も旺盛な創作活動と執筆により、シュルレアリスムの紹介に努め、前衛の主導的立場となる。1934年頃、プロレタリア芸術運動が政府の弾圧を受け壊滅し、表現者の間で閉塞的な空気が立ち込める中で、小松清志らが唱えた行動主義思想に、福沢も共鳴。 古典的なイメージを引用し、そこに象徴的な意味を忍ばせた作品を描き、社会批評的表現を試みた。1936年、福沢絵画研究所を開設、更新の指導を行う。1939年、独立美術協会を脱退し、若手の画家たちと共に新たに、美術文化協会を結成。この団体が、 シュルレアリスムの影響を受けた画家たちの一大拠点となった。しかし、チアニー時法違反の疑いにより、1941年4月5日、詩人、評論家の滝口修造と共に逮捕、拘禁された。シュルレアリスムと共産主義との関係を疑われ尋問を受ける。同年11月に二人は釈放されるものの、 その後は軍部への協力を余儀なくされ、戦争記録画を手掛けるようになる。戦後に活動を再開。敗戦群像は日本の近代美術史において、しばしば戦後美術の起点と位置づけられる。1952年等を、その後ブラジルやメキシコ、インド、オーストラリア、ニューギニア等を旅して回る。高度経済成長を遂げる日本の社会状況にむしろ逆らうかのように、 プリミティブなエネルギーから想像を膨らませた作品を描いた。1957年、この年を最後に美術文化協会を脱会、イゴム所属。同年、第4回日本国際美術展にて、埋葬が日本部最高賞受賞。1958年、ベネツィアビエンナーレ副代表として、滝口修造と共に徒伏。1965年には、 公民権運動が高まりを見せていたアメリカを旅し、自由を求める運動のエネルギーをアクリル絵の具を駆使した素早いタッチの連作として描いた。1970年代以降は旧約聖書や神話の世界に主題を求め、力強く奔放なタッチに鮮やかな色彩を特徴とした。多摩美術大学女子美術大学教授を務めた。1978年。 文化功労者となる。1991年、文化勲賞を受賞。代表作に、他人の恋、科学美を盲目にする、良き料理人などがある。2019年3月、福沢一郎展このどうしようもない世界を笑い飛ばせ、が、東京国立近代美術館で開催。ありがとうございます。